6への地獄に落ちたのね。もう帰れないし、返さない。あってもダメだよ。6への地獄に落ちたのね。もう帰れないし、返さない。ダメだよ。6への地獄に落ちたのね。もう帰れないし、返さない。あらがってもダメだよ。僕たちも無に帰るんだね。はい、ということで手稲もしりのステータスこちらとなっております。反射&ゲージの砲撃型、はい、アビリティがマインスイーパー L、 光属性耐性、ゲージでアンチワープ。友情コンボがメインでサイドダブルエナジーサークル L、うん、サブで超強メテオ。ストライクショットがスピードとパワーがアップし、自身の防御力をダウン&超反撃モードになる。こちらがターン18ターンとなっております。はい、ということでまずマインスイーパー L、うん、アンチワープ持ってるのでダブルアンチアビリティです。はいはい、マインスイーパー L を持ってね、うん、この殴った時の威力もありますし、このまたクリティカルも持ってるので、これが出た時もね、最高ですね。火力も上がりますから、はい、いいですね。はい、で光属性耐性も持ってるので、うん、ちょっと守備面でもねありがたいですし、うん、そして友情コンボが、はいはい、降臨キャラでは初ですね、サイドダブルエナジーサークル L、砲撃型ですね。ほうほうほう、しかも持ってるので、うん、このね範囲結構広く攻撃できるし、うん、弱点とかに刺さった時もすごいなかなかの威力がね力、うん、あるのと、超強メテオでね、この一発が結構強力なので、うん、ボス単体とかなった時とかもね結構ね威力あるので、いい友情コンボ持ってます、ね、はい、うん、そしてストライクショットなんですが、はいはい、こちら新 SS ですね。そうですよね、になっておりまして、うん、まあ結構ね反撃モードっていうのは結構見たことあると思うんですが、普通の反撃モードだとその友情出るときに半分の威力が出てると思うんですよ。ほうほうほう、なんですがこちらが超反撃モードなのでそのままの威力出ます。なるほど、いつもね反撃だったのが、はい、そう、そのままの威力が出せる。いやすごいな。ただその代わりに自身の防御力をダウンするというようなものなんですが、実際光属性耐性持ってるので、そうかそうか、まあまあ、痛いけれどもそこまでちゃんとね気持ち抑えられるかなという感じではありますし、さらにスピードとパワーもアップしてくれるので、実際にまあ弱点を殴っても強いし、あの一回ね弱点じゃない下のところを殴ったんですけど結構な威力が出てたんですよ。なるほど。でさらにそのままの威力の友情が出るので、まあかなり後押しになりますし、いいですね、いい組み合わせのストライクショットですね。他にもおすすめステージはこちらとなっております。以上、丁寧もしりでした。皆さんクエスト頑張りましょう。それではバイバーイ。